が絶対これさ、いつか起きるわけじゃん。返せよ返せ、蹴っちゃダメよ、返せ。ちょっとこうポコポコしてるね。なんか切っちゃった。はい、16と15の合流のとこ、あれダブルゲートだ。無駄なくてもないよ。うわー、ケンケンどこ滑ってんだ。ほら、いいよ。知らないっす。水さんだいぶ怪しいっすよ。あのチャンピオンやばいよな。うん、板傷ついてめえ人が勝つんじゃん。どこ行くんだ俺。ね、ちょっとポジション後ろで常に膝、足首、すねの位置が足りない。ピシッセット、釣り合ってで、ギャーン、釣り合ってギャーン、うん、オッケー、ギャーン、オッケー、うん、おお、大丈夫か。滑る滑る、ケンケン。大丈夫か。痛かったかな。セットギュン、セットの時に向き変えない、向き変えないね。ちょっと向き変えすぎ、少し突き離して角度取ってギュンってやるの。ケンケン、ここでしょ。うん、今度は R30 のキュン、セット、キュン。ちょっと荒れてきたね。フルナスキュン、向きです、お願いします。はいよ、体の向き動かし方だいぶ良くなったから、前半からもっと自信持って強いやつ。いや、この時にね、スキーの向きあんまり変えちゃダメなんだわね。スキーの先端の向き変えないで入って、そこで押さえてくるね。オッケー、了解。動きだんだん良くなってきてるから、もう少しポールの近く取ってポールアタックしてくる。バッカー、違うねが。営業はね、日曜日まで、日曜日じゃなくて月曜日からもずっとやるって言ってましたね。バカチン、違うんだよ。やっぱな。一回で、一回でピシッと。ちょっとケツ下がる。ケツ下がんないで、この絞った分だけケツ下がればいいんだから。おーい。
ックナンバーワンはお母さんに聞いてください。お母さんの時代です。僕の時代じゃないです。ケツが折っちゃうんだよね。腰絞るとね、ケツ落ちないんだけどね、キュッて絞るんだけど。ほら、また間違えてんねんか、お前。はい、秋です。お願いします。今日はあの腰ほら、ここでキュッて落ちる、はい、キュッて。どうですか、この最後の落ちがね、ないように。重い、はい、まあ、あの責任の重さもありましたし、それを感じるかもしれないですけど、すごく重いんで、はい、あの監督がね、メダルをこう授与されて、あまり野球がそうなんです。そしてあの最後のマウンドにはやはり、いや、入りからエッチングまではいいんだけど、ケツが落ちちゃってこうタイミング失っちゃうんだな。ここ落ちないように、落ちないように、落ちないように。はい、よー、ちょっとポール負けしちゃってストックがダメだったな。まあ今日はしゃあねえな。ここ折っちゃダメなんだぞ、ここ。そう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 、あーちょっと落ちる、こっち落ちなくなってきたね。ももきちっと閉じていくと腰落ちないけどね。そうそうそう、おーいいじゃん、オッケー。お願いします。おー、ちょっと良くなってきたぞ、この調子、この調子。はいよー、無理に当たるなよー。ほら、またちょっと下がって、ほら下がった。ちょっと下がっちゃ、がっちゃうぞ。ももしっかりロックして、あー抜いた。お願いします、お願いします。はいよー、ボタン。ここでちょっと落ちるのね。おー、またお前、さっきお前りょうちゃんが直してくれたやつの名前、また取ってどうすんだよお前。焼きだよ、焼き。